こんにちは、土の子です。今日は3月31日バチトレルサンタ更新日です。こんにちは。今週も新バッチ入荷してるっすよ。まあ今週の本番は明日からなんですけど、4月1日といえばわかるっすよね。おバーバラ様乗っ取りかな。4月1日の朝をお楽しみにってことで、毎日無料プレイプレゼント。それじゃあ明日の仕込みに戻るっす。去年のイベントとは違う感じっすよ。へえ、明日が実質更新日みたいな感じか。ということで、あ、一応寝台が入ってますね。もうキレム、ブラックキレム、ホワイトキレム、キレム尽くし。色地か、芽吹き地か、合ってるかな。ニャオニクス、オスメス。右の子名前なんだっけな。成長するとすごいどっしりした体になっちゃったね。ニャスパー、真ん中ニャスパーか。お、フーパが出てますね。フーパにジガルデ、ギルガルドだったかな。そして動物の森台も来てますね。お、結構死んだあるじゃない。箱台に滑り台、8台追加されてますね。でさらに明日追加されるって感じでしょうか。さあじゃあまずはフーパやジガルデの台行きましょうか。クレッフィーを取っていくのかな。これこれね、早速アラレさんが教えてくれました。まずはグイグイして、グイグイしてノリ付けは外し、どっち掴んだらいいんだろう。これギルカルドか、掴めるか。ほう、お、滑らせて、あんまりかっちりうまくはいかなかったね。もう一度クレッフィーをしっかり掴もうとして、落ちないかな。あーあー、いけ、まあこんなもんか。ちょっと手数的には厳しいかな。はい、クレッフィーたちゲット。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーはアシュリー様の台ですね。明日はエイプリルフル、どさくさに紛れていろいろできるしっすね。じゃあ練習スタート。いろいろできる、でいろいろしちゃう。僕あんまりエイプリルフールに何かしたことないな。さてと、これはまず樽を取ってって、樽落ちてくれるよねきっと。トーン、そしてほい、しっかりここを掴んでいく。うまくいくかな。次は歯車に当てながら女の子を掴んでいく。ちょっと残っちゃってるね。これ一手使ってこれ取らなきゃダメだ。あー、後手じゃいけなかったな。そしてほい、スライドさせて落として次で掴めるみたいな感じの形。こんなもんでしょうね。6枚、どうだ。ほい、1プレイ無料ですね。さあ次はジガルデを落としていくか。ジガルデとギルガルドが落ちてくれ、頼む。ズルンといってギルガルド、オッケー。次でフーパが落ちてくんねえかな。ちっちゃい方のフーパを落としながらっていう感じが理想。いきましょう。はい、ジガルデとギルガルドゲット。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあしっかりいくよ。フーパのここをつかみつつ、いけ、落ちろ、落ち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 ないんかい。落ちろ。ああ、そっちに行っちゃう。がっくりがっくり展開。ダメだったな。よし、6手かかっちゃいましたね。いや違う、5手かかったのか。
さあ3手でいけそうな台あるか。よし、ちょっとこれチャレンジしてみるか。これ奥から取れば結構良さそうな気はするんだけど、まずはギリ止めで、あ、ちょっとギリ止めはそんなにうまくいかず、グイーッと押していく。ふむふむふむ。そしたらば次はのり付けをしっかり外す。やべやべ、3手でうまくいくわけない、この形。とりあえずのこんな感じで取ってみる。いけ何にも変わってねダメだ。はい、今日はねフーパの台ゲットすることできました。お得意さんバッチがまたありますね。はい、それじゃ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。ファイアーエンブレムヒーローズの英雄召喚あるある、わかるすか。無属性の英雄が来なかったみたいっすね。自分は緑属性の英雄を増やしたいっす。ファイアーエンブレムヒーローズはガチャが結構ね話題になってるよね。なかなかいいのが出ないって言って、ガチャ系は自分の欲しいのがねドンピシャで出るっていうのはめったにないからね。まあそこが面白いんだろうけど、はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日は練習台にねアシュリー様の台来て、アシュリー様ちょっとうまく取ることできなかったな。まあ6手あれば取れたかなっていう感じの展開でしたね。そして本番台は一応明日が多分イベントの本番で、今日はねそれ以外のポケモンと動物の森の台がね登場してて計8台入荷してましたね。で今日はねフーパやジガルデンの台やったんですけど、ちょっとアドバイスより1手多かったので残りはね3手で、残り3点になってしまって、まあ、他の台が全然うまくいかずという感じでした。ということで明日のね更新楽しみに待ちたいと思います。どんなのが来るんだろう、楽しみ。よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。